GBK.GBK は中華人民共和国で使われている艦隊アザ用の文字コードギガバイト2 3 1 2の拡張である。ギガバイトは国家規格を K が拡張を表す。GBK は古い規格ギガバイト2 3 1 2に反対時のみならず1981年にギガバイト2 3 1 2が制定された後で喚起。 された漢字も拡張している。GBK の登場によって、中国の元首相、主要機の名前に含まれるの文字など、かつては表現不可能だった一部の人名が表現可能になった。1993年、中国大陸、台湾、日本及び韓国で使われる2 920を含んだユニコード1.1企画が公開された。これに続き、 中国はユニコード1.1と等価な国家規格であるギガバイト1 3 0 0 0 1から93を公開した。GBK の文字集合は1993年にギガバイト2 3 1 2から80の拡張として定義されたがギガバイト2 3 1 2で未使用のコードポイントを利用してギガバイト1 3 0 0 0 1から93の文字も含んでいた。 このため GBK はギガバイト2312に対して上位互換である。マイクロソフトは GBK を Windows95 でコードページ936として定義した。GBK が公式規格になったことは一度もないが Windows95 が広く使われるようになったことにより GBK は事実上標準となった。GBK はユニコード1.1及び ギガバイト13000.1から93で定義されているすべての漢字を含んでいたが、それらとは異なる符号表を使っていた。GBK の基本的な存在意義は、単にギガバイト2312から80とギガバイト13000.1から93の落差の橋渡しであった。2000年、ギガバイト18030から2000規格が、 公開されて GBK を置き換えたが、まだ互換性は保たれている。g ガバイ b 18,030は定義されている漢字の数を増やし、4バイト文字空間の実装によって使用可能な文字を拡張した。文字は1バイトか2バイトで符号化される。コディチェ1コディチェ2の範囲にあるバイトは1バイトで、で、アスキーにあるものと同じ意味を持つ。厳密に言うと、96の文字と32の 制御符号がこの範囲にある。上位ビットが立てられたバイトは2バイト文字の第1、バイトであることを示す。大雑把に言うと、第1バイトの範囲は、コディチェ3コディチェ4であり、すなわち、コディチェ5とコディチェ6は含まず、第2バイトは一部の領域は、コディチェ7コディチェ4に、他の領域がコディチェ5コディチェ4にある。より具体的には、 以下の範囲のバイトが定義されている2バイト符号で表現可能な 64K 空間すべてを以下の図に示す。緑と黄色の領域が GBK に割り当てられたコードポイントであり赤が利用者定義も需要である。色付きでない領域は不正なバイトの組み合わせである。前説に GBK1 及び GBK2 として示された領域は 単にギガバイト2312から80を通常の方法で不合化したものである。ギガバイト2312より正確にはその EUCCN による不合化は ISO, IEC2022 で GR に呼び出された他のあらゆる94文字集合と同様コディチ11コディチ4の範囲からバイトの体を取る。これは上手において右下の区画に相当する。しかし、 ギガバイト2312はコディチェ13コディチェ14とコディチェ15コディチェ4にある国は手をつけず、いかなるコードポイントも割り当てていない。GBK はこの領域に拡張を追加した。この2社の違う部分は利用者定義領域によって埋められている。より重要なこととして GBK はバイトの範囲を拡張した ISO。 IEC2022 の GR 領域に持てる文字の数には94イコール8、836字の制限がある。図形文字用と制御文字用に厳格な範囲を与えるという ISO。IEC2022 のモデルは放棄するが、解バイトは1バイト文字であり上位バイトの対が文字を示すという機能を残すことにより、潜在的に128イコール16、384? の符号位置を使えるようになった。GBK はその一部を採用し、範囲をコディチェ11コディチェ4、バイトごとに94の選択肢があるから、第1バイトはコディチェ3コディチェ4、126の選択肢へ、第2バイトはコディチェ7コディチェ4、191の選択肢へ、拡張した。マイクロソフトのコードページ936は通常、 GBK であると考えられている。GBK と同じ範囲のバイトを使い、比較してみても同じ割り当てがなされているように見える。コードページ936は GBK に収録されている21、886字のうち95字をユニコードの使用領域に割り当てている。これらは GBK が制定された時点でユニコードに収録されていなかった文字である。 GBK の後継であるギガバイト18030から2000は第2バイトとして使用可能な残りの範囲を使ってさらに使用可能なコードポイントの数を拡張しているが GBK を部分集合として残している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。